こんにちは、ガミです。今日は2月の17日の土曜日です。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。今日はさ、俺あのブログもやっとるんだけどさ、Vlog じゃ、これ Vlog でしょ。あとブログもやってんだけど、あの、アメブロってやつよね、とりあえず。で、アメブロにも書いたんだけどさ、そのタイトルがさ、マーケティングを学ぼうとすると、マーケティングされてるみたいなあれなんですけどっていう話をしていきたいと思います。まあさ、今 YouTube とかさ、まあそれこそブログとかさ、いろんな記事だったりとかインターネットでさ、こうもう言えんじゃん、マーケティングって、マーケティングとはみたいなさ、あるでしょ、いっぱい。ほんでなんか勉強したつもりになってさ、こうマーケティングについて話しとる YouTube とかをさ、無駄に10分とか20分とか見ちゃうんだけどさ、これそれを繰り返してて気づいたのがさ、俺マーケティングされてるわと思って、これただマーケティングされてるだけだわみたいな。マーケティングされてるっておかしい、あの勧誘されてるだけだわと思ってさ、例えばさ、だいたいそういうのっていうのはさ、3ヶ月で月収100万円みたいな、インスタグラムで3ヶ月で月収100万円みたいなやつってさ、見るでしょ。そうするとその体験談みたいなやつをインタビューしてたりとかさ、なんか一人で喋っとったりとかさ、こうでとか言って、でずっとやって、なるほどとか言って、おねごこんなことやってインスタで何月100万円も、いやもう50万でいいもんで稼ぎたいわみたいな気持ちになってくるでしょ。でそうすると、詳しくはLINE を登録してどうのこうのでって、あれまさにマーケティングでしょみたいな。そんなんばっかり、もう 90% そうじゃない、 YouTube のああいうやつっていうのは。 SEO を学びましょうとか、 SEO がどうのこうのでずっとやってたら、そのなんかウェブ制作会社がやってる、それがこそがウェブ会社のマーケティングコンテンツだったりとかっていう、そうそう、 YouTube でそういう系っていうのはマーケティングコンテンツばっかりだな。まあ大体わかるか、みんな。だからあれはさ、多少はその中から拾えるいい情報はあるんだけど、それを見たからといってそれを実現できるような動画っていうのはまあほぼないね。まあそれはそうだよね。でそれもさ、なんかどのサービスがさ本気で相手を稼がせてあげようって思ってる、このやつを受ければあなたも絶対稼げるからこれ買ってくださいっていうやつなのか、もうただ金を集めたいからああやってやっとるだけなのかっていうのも、もう見分けもつかんしね。でも多分本当に稼がせてあげよう的な、うちのサービスは本当に自信があります的な人って、あの YouTube とかやらんのじゃないかなと思って、別にと思ってね。だからああいうコンテンツマーケティングみたいなさ、やってる人っていうのはさ、まあそれをどん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 こう伝える人がいて、でそれを学んでやりました、それやったことによってとか言って、結局さ、そのなんか商材を売ってんじゃないのみたいな感じで。だからマーケティングを勉強しようとするとマーケティングをされてる、マーケティングをされてる、まあそういうことですよ、なんですよね。だけどまあそれを見とれば、あ、それでなんか引っかかる人っていうかがいっぱいおるんだと思って、だからそれ騙すわけじゃないけど、それで釣れる人がいるんだと思って、だから釣れたらその釣れた人に対して、あとほったらかしでお金だけもらうみたいな、あとなんか自動のさ PDF とかがボンボン送られてきたり、動画が送られてきたり、オンライン受講みたいな感じでさ、ただたださ、なんか人の力をさ使わずに、なんかただそのカリキュラムを消化していくだけみたいな、それで100万円みたいな。ほんでそれ作った人はさ、やっぱり時代は仕組み化ですよとか言って、やっぱり儲かりますよとかって言っちゃってるわけでしょ。だから俺はそれはできんなと思って、俺はその人を集めることによって人との付き合いをしっかりと構築してやっていきたいタイプだもんで、だからそんな大人数に対してはできないし、そんなさ、それでアホみたいに儲けましたっていうのができるタイプではないわけだけど、そのもう一個さ、そのマーケティングとかに関してさ、
思うことっていうのはさ、マーケティングとそのウェブホームページ制作と、まあ、その LP とか、あと何 SEO、 それをごちゃごちゃにしとるよね本当に。だからホームページ制作会社がさ、なんか売れる LP 作りますとかって、 SEO は完璧ですとかってなんか言っとるけどさ、それってマーケティングじゃないでしょ、なんか SEO でしょみたいなところがすごいある。ほんでじゃあマーケティングって何なんっていう話だけどさ、マーケティングってさ、なんかこの商品をどういう風に見せて、どういう風にお客さんに認知してもらって興味を引いて、で購入まで至るかみたいなところじゃないの？それってさ、相当なんかセンスがいるよね。そういうウェブ会社がさやってるようなマーケティングとかウェブマーケティングとかっていうのってさ、本当になんかホームページの見せ方とか、ほんで売れてるところをパクれとか言ってさ、売れてるとこと同じさようなデザインとかさ、書き方とかさ、まあなんかその LP には順番があるとかさ、まあ前も言ったけど、お困りごとを聞いてそれをほっといたらこんなになっちゃいますよっつって、だけどこのこういうサービスがありますよっつって、このサービスがあればそれが解決するかもしれませんっつって、ほんでこれを使った人の声とか言って、いやすごい良かったですっつって、ほんで質問、いや不安を解消する、でもこれって初めてですけど大丈夫ですか、問題ありません、初めての人でも大丈夫ですみたいなのがあって、ほんで資料請求はこちらっつってなんかあって、でそれクリックすると LINE 登録されて顧客リストにされてみたいな、まあそういうのがあるでしょう。それウェブ制作会社でも全然そのパクリはさできるけど、その中身よ中身、それを考えるのが天才なんだと思うよ。だからまあこっちが指示してどういう内容にしたいっていうのを指示して、それをその売れる組み立て方っていうか、そのウェブ的なウェブの知識だけだよね。だからサイトの知識っていうか、なんかそこは確かに俺ないもんでさ、お願いしたいんだけど、だけど向こうがさその内容までさ一丁前にさコンサルとかって言ってきたらさ、何それクソだせえがとか、そんなん売れんがとか思っちゃうんだよねっていうのがあってさ、だからほんでまあ俺何社かちょっと会って見積もりまで行ったんだけど、話を聞いてどんなもんかと思ったんだけど、これたださ、LP 作るだけに70万ぐらい払って、さらになんか SEO 対策とかインスタの広告打つだけで250万ぐらい払っとるっていうだけの話だがんって思って、まあある会社の見積もりとか金額聞いてたね。じゃあその部分ってさ、別にインスタの広告の打ち方が上手とか確かにあると思うけど、そんなもんいろんな人に聞いてさ勉強すれば自分でもできんと思って、まあその検索ワードとかいろんなものの分析も必要なんだろうけど、まあそれもそうだし、なんか LP 作るなんて別にココナラとか行ったら20万ぐらいで作ってくれるでしょ、安いやつなんて5万とか4万とかあるでしょみたいな。でもその LP 作る人がまあどこまでセンスがあるかっていうところはすごい大事だけど、そのセンスなんてさ期待せずにさ、こっちからさそのコンサルっていうかそのブランディングの部分はさ提案すればさ、別にいいものできるんじゃないのと思って。だからこう結局さ、みんなまあこう商売とかしてるじゃない、ほいでなんちゅうの、売り上げに伸び悩んだりとかさして新しいことをやろうとかさ、こうやるじゃないですか。で特に、まあ、弱者は、俺みたいな弱者っていうのはこの方法で売り上げがなんとかとかさ、あとさっきも言ったインスタで100万円稼げるったらすぐ食いついちゃうわけ。俺すぐ食いついたけど全然行動しないわけ。別にそれは行動っていうのはその商材を買うってことね。だってなんか不信感しかないっていうかなっちゃうから、あんま信じれないから購入までは至らないわけ。だけどもしもそれが本当にその商材を買うことによって毎月100万円の月収が入ってくるんだったら絶対買うじゃん。
だけどそこに不信感があるから俺は買わないんだけど、だけど本当にさそういうの買うでしょ。そうするとさその売っとるやつもさ結局なんかそのインスタの知識どうのこうのとかよりもひょっとするとその人が月収100万円あの稼いどるなんて嘘かもしれんしね。どん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 こう不信感っていうのが生まれてきてさ、結局はそんなのはやらないみたいになって、ほんで自分で考えるみたいになっちゃうんだけど、中にはその本物のコンサルとかさ本物のそのウェブマーケティングのプロみたいなのは絶対いると思うんだけど、そんなのさ例えば100万で買ってさ毎月100万入ってくるんだったらさ絶対買うでしょみんな。だけど結局それが実現されてないよ多分。あのまあ、たまたま実現した人もおるぐらいのレベルで、その商材を買った人が全員が達成するかっつったら絶対そんなわけなくて、でそこに対してその売る人はいや努力不足ですとか、いやこれ本当にやるようにやりましたかみたいな、今度なんかメンタル的なさ話で攻め込んでってさ、ほんで納得させるみたいなさ、なんかそんな商法ばっかだなと思ってこう見ていたら思いました。だから例えばさ有名な人おるじゃん、USJ とかのなんとかなんとかさん、前も言ったあの人とかはさ、例えば丸亀製麺をさこう復活させる時とかにさ、じゃあマーケティングっつって本で読んだけどさ、なんかまずはさその追加でさうどん以外の追加の野菜のかき揚げとかなんかああいうのを売りたいもの、じゃあそれを売る時にどうするんだっつってさ、ほんならもう厨房のところを開けちゃってこうその目の前で揚げて、それをどんどん揚げたてを並べてって美味しいですよっていう風にしたんでしょ、知らんけどさて書いてあったよ。ほんでそうしたらなんか食べたい、確かにさそのなんかもうずっと朝揚げたやつなんかようわからんしなしなのやつがなんか並べてあるよりもさ、なんかこうやって目の前で作業やっとった方がさ、お揚げたてのかき揚げちょっと食いたいなってなるもんねみたいなさ、なんかそういうアイディアを出していくことがマーケティングなんじゃないかなと思って、だからまあうちだったらクレープを売りますって言った時に、そのクレープをどういうクレープに見せるのかって言ったら、まあなんかやっぱまあまださそういう風に表現ができてないかもしれんけど、もう夜のさ毒物みたいに俺は思っとるわけ。もうなんかマックと一緒、マックってさまあ、これもマーケティングっていうかその商品のブランディングとかしていくときにさ、アンケートって大企業って取るじゃんね。でさマックにさ、マックがアンケートを取ったらさ、どんなハンバーガーがいいですかって言ったらさ、なんかレタスとかなんか野菜ヘルシー系のハンバーガーがいいですとかって書いてくるんだって、なんか勝手な顧客はね。だけどそんなのさ絶対変わんのだって、なんかその時のなんかイメージでヘルシー系のがあったらいいと思いますとかってなんか言っとるだけで、実際マック行くやつなんてあのもん毒物でしょ、毒物中毒でしょ、なんかちょっともう今日はいいかもうマック食ったれみたいなさ、もうなんかあんなもんめちゃくちゃデブになるしめちゃくちゃ体に悪いみたいな、みんな認識がある中でそのマックをもう買いに行っとるでしょ。だからそんなとこにヘルシーなんて求めてないでしょ。だから結局そういう商品っていうのは売れずに、ああいう毒々しいものをがどん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 売れていく。だから別にそんな一般的に言われるさヘルシーだとか健康だとかなんてさ、そんなものをプロモーションしたって、例えばよくあるんだけど、まあクレープなんかでもなんか健康ななんか小麦粉がなんどのこので自然のなんかオーガニックですみたいな、俺ああいうのよくわからんくって、それだったらさもう麦食っときゃいいやんってすごい思うわけ。クレープとかスイーツとかってもうダメなもんはダメだったら、もう毒々しくてさ、もう深夜にこんなホイップクリームいっぱい食っていいのかよ、だけどまあ今夜はいいかぐらいのものをなんか出していく、毒みたいなやつを出していきたいと思ってるわけ。なんかそんなような感じで、じゃあそういうイメージにするためにはどういう風だろうと思って、なんかちょっと天空の小悪魔って言うんだけどさ、もう小悪魔がさもうなんかもうホイップクリーム食わしてくるわけですよ、もうしょうがないじゃんみたいな、小悪魔が食わしてくるんだからみたいな、なんかそんなような流れ、商品を作りにあたっての流れっていうのを
考えたわけ。だからまあそれはさ、俺もそんな、そういうアイディアの達人じゃないもんでさ、その程度しか考えれんけどさ、それをさ、何にも考えずにさ、クレープだもんで、どうするとか言って、店の名前、アメリカンクレープにしようぜみたいな感じで、アメリカンクレープってだって、そのなんか、ブランディングとかコンセプトとかなんか、何にもないでしょ。クレープ屋って言ってるだけでしょ。アメリカンクレープとか言って、なんか英語の名前とかあるでしょ、なんか。だから、そういうところを考えて、なんか、リアルの世界でもやってるわけじゃん。チラシ作るにしても、こういう風に書いたら、お客さん、気になってくるんじゃないかっていうのを、アナログの世界でもやっとる。それを、ウェブでやるだけでしょ、ブランディングって。だから、そういうなんかセンスとか、考えの柔軟さとかって、多分、ウェブ制作会社ってあんま持ってない。さ、中にはすげえそういう、アイディアマンもおると思うけど、結構俺が今まで、あったそのウェブマーケティングやってますとか言って300万ですとか言っとるやつらって、そのウェブの知識とか、その検索ワードをなんか調べる、その今の一番トレンドを探すとか、そういうウェブの中の知識はめちゃくちゃあるんかもしれんし、まあその知識は欲しいんだけど、だけど、そういうなんかマーケティングとかブランディングとかっていうセンスは全くないなと思って。だってただパクれって言ってるもん。これが売れる LP です。これが売れるホームページですみたいなこと言っとるだけで、自分のアイディア全くないみたいなね。だからその点をちょっと武器にさ、俺ら個人事業主はさ、そんなマーケティングなんとかに振り回されずにさ、俺らはアイディアマンだから起業してるわけなんで、このアイディアをなんか、だからさ、中小企業のとか個人事業の人でさ、集まってさ、アイディアマンで集まってさ、俺たちこんなアイディアあるぜみたいな感じでやってきたよね。だから本当にうさんくさいコンサルとかさ、ウェブなんとかいくらでもおる。要はその教科書に書いてあることをあなた知らんでしょうっつって、じゃあ教えたるわって言っとるようなコンサルではなくて、本当にアイディアマン、そのこういう風に見せたらいいやんっていう、他の人がしないような、とはいえぶっ飛んでなくてちゃんと的を得てるようなアイディアとかで、あ、それ俺めちゃ考えるのめちゃくちゃ得意なんだよ俺、それ月5万円でアイディア提供しますって言ってるようなもんだでね、本当にみんなその辺の個人が副業でとか言って、まあそんな感じで、ちょっとコンサルについては最近めちゃくちゃ勉強してるんでさ、また話をしていきたいと思います。最後に咳が出た。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。